皆さんこんにちは。今日は国会は今ということでお話ししてみたいと思います。皆さん国会中継とかもう毎朝新聞でああっていう感じだと思います。それこそ二階幹事長もですね、もううんざりと言ってる通りだと思います。そして、小泉、進次郎さんも、これどうなってるんですかね。やっぱりもうこれ与党野党関係なく、やっぱり国民に分かる説明をしないといけないんじゃないでしょうか。責任者は責任を取らないといけないんじゃないでしょうかとおっしゃってる通りですね。本当にその石破さんも言葉を選びながら、これはまずいでしょう。こう次々と出てきたら、信頼を揺るがすという問題ではないでしょう。これはそれ以前の問題でしょう。まあ、いろんな自民党のものもですね、言ってる通りです。でもまあ、ちょっと、ざっとですね、3つのお話をしてみたいと思います。1つは、自衛隊の日法の問題。これももういやあれもう2年前に出てきたんじゃないのとか、去年出てきたんじゃないのというふうに、もうなんか話がこんがらがってると思いますけども、去年問題になったのはですね、さらに1年前の7月に南スーダンというところで非常に激しい戦闘があった。それをですね、実は政府が抑えてた、隠してたんですね、隠蔽です。でしかし各国の情報から激しい戦闘があったということが、国会で議論になって、その時の日報はありませんと、探したけども見つかりませんでしたというふうに稲田大臣がないと言ったんですね。ところがやっぱり出てきたわけですね。でそれで責任を取って辞任をしたわけなんですが、だからそれは南スーダンの自衛隊の日報を隠していたけども出てきたという問題なんです。で今回はですね、実はその国会議論の時に、じゃあ南スーダンの日報はないのか、じゃあその前に言ってたイラクの自衛隊の日報はどうなのかというと、それもイラクのも残ってないというふうに言われたんですが、それがですね、実はそのもう去年からもう見つかってたわけですね。見つかってたにもかかわらず、南スーダンもないイラクもないと言ってたのを、それがバレてきたわけですね。でそういうことで、稲田大臣もその強い憤りを感じる、怒りを感じるというふうな、自分の問題は棚に上げてですね、そういうふうに言ってた。そういうふうに、とにかくもう自衛隊もですね、陸空海もう全部隠蔽じゃないかということで、今もう本当に揺らいでるわけですね。政府はとにかくそれを隠蔽してるということで、大変な騒ぎになってます。これがいわゆる防衛省の問題ですね。でもう一つはですね、森友問題と加計問題、これはもう2つセットなんですけども、しかし事柄ははっきりと違います。で森友の方はですね、9億円の土地をですね、8億円値引きして1億円で売ったということで、なんでそうなるのかということがですね、ゴミが非常に大量に埋まってたからやむを得なかったという話からですね、実はゴミはでっち上げだった、あるいはもう大量にですね、もうとにかくゴミが出たということにしてくれ、トラック数千台が運んだということにしてくれというふうに財務省から森友にお願いをしてですね、そういうことを言い出して、とにかくもうやたらその値段をごまかしてしまったということがはっきりしてきたわけなんですね。で結局そのもうここで不正があったのは明らかなんですけど、それが要するに総理の指示によって、総理の圧力によって、官邸の指示によってしたのか、財務省が自ら忖度してやったのかということが今議論になってるわけですけども、どん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 官邸に、あるいは安倍首相に悪い方に今転がりつつあるということです。で同じく加計問題についてはですね、去年の1月に初めて知りましたというふうに安倍首相は証言しましたけれども、実は2年以上も前にですね、総理案件である、首相案件であるということで、首相の、秘書官とかですね、あるいは、国家、特区
の担当の審議官がですね、これは、首相案件なのでということで、まあ、いろんなことをアドバイスしながらですね、急にも賭けありきということで、どんどん動かしていったということが、どんどん今書類が出てきたわけですね。今は、4月の12日、2日なんですが、今これでとにかくそのじゃあ証人喚問に、柳井、当時の首相、秘書官、あるいは当時の、この特区の担当審議官藤原氏がですね、証人喚問に立つか立たないかということで今大騒ぎですね。これ本当にですね、もう証人喚問以前にもうはっきりと、これはもういわゆる検察庁の調べではもうはっきり黒ですね、グレーではなくてはっきり黒なんですね。今までその15回もですね、愛媛県が、あれ今治市がこう提案してたのが全部却下されていたんですけども、その2年前の、首相案件であるという話が始まった途端ですね、どん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 コロ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 、もう前にもう追い風でですね動き出した。これは森友問題も加計問題も全く同じ構図なんですね。政権が起こした大きな犯罪ということで、これはもう内閣総辞職は避けられない状況まで来ております。これは国民がですね後押しをして、内閣の支持率を落とすのが一番効果的ですので、皆さんぜひ心しておいてください。